こんにちは。熊本市立泉南小学校で研究主任をしております三島智子と申します。本日はここにおります2人の6年生児童2名と、あちらに座っておられます保護者の方2名、そして私5名で熊本より参りました。今スクリーンで紹介がありましたように、本校は35年間隣接する熊本支援学校との交流を続けております。長年取り組みを続けていることや、その取り組みの内容を高く評価していただき、パナソニック財団様より一昨年度全国大賞をいただきました。本当にありがとうございました。特別支援教育の重要性、その大切さがかなり以前より言われ続けておりますけれども、学校現場ではさまざまな取り組みを行っております。本校では健常な子どもたちと障害を持った子どもたちが互いのことを考えながら一緒になって活動すること、このことを繰り返すことで自然に特別支援教育の充実、そして心を育む活動の充実につながっていると実感しております。自信を持って言えますことは、35年間取り組む本校のこの活動は、その根幹にあるものは教育の原点的なものであるということです。これからもこの取り組みを続け、今の時代に失われつつある潤いのある生き方を子どもたち、教師、そして保護者、地域の皆さんと継続することで、さらなる取り組みの充実に頑張っていきたいと考えております。それでは今から実際に子どもたちが考えたこと、学んだこと、自分が成長したことなどを発表してもらいます。まずはじめに6年生の園田春さんです。私と交流、泉南小学校6年園田春。今から2年前、4年生だった私たちは学校のお隣にある熊本支援学校と交流する活動を行いました。交流した1年間でパートナーとの思い出とともに、私の中に一つの夢が生まれました。交流の初日、緊張していた私を迎えてくれたのは車椅子に乗ったパートナーでした。早速車椅子を押してみたら、パートナーが私の着ていたセーターを引っ張っていました。まるで友達になろうと言ってくれたようで、緊張が一気に吹き飛んでいきました。しばらく交流をしていると、だんだんパートナーの好きなものが分かるようになってきました。意外がボールが大のお気に入りで、交流の時間が終わる時までずっと持っていることもありました。交流はとても楽しくて、私の交流日記には私とパートナーが笑っている絵がたくさんありました。ある日、交流の時間、同じクラスのお友達と手をつないで鬼ごっこをしました。私とパートナーが逃げている時、パートナーが私の手を噛みました。先生方は、大丈夫？血出てない？ととても心配していましたが、私は嬉しく思いました。私になかなか心を開いてくれなかったパートナーが、やっと心を開いてくれたと思ったからです。交流をしていて一番嬉しいと思った出来事でした。1年に1度の遊び場交流では、支援学校の先生方が作ってくださった大きな遊具を使って遊びました。今まで車椅子に乗っていることも多いパートナーでしたが、先生と一緒に一生懸命歩く姿や遊具を上り下りする姿を見た私は、まるで自分のことのように嬉しく思いました。パートナーとのお別れの日、手紙を持ってパートナーのところへ行きました。最後の最後まで笑顔でいてくれたパートナーに手紙を渡すときは、1年間のパートナーとの思い出を一つ一つ頭に浮かべながら渡して、私もパートナーのように笑顔でさよならをしました。
今までの楽しかったこととお別れをする寂しさでとても複雑な気持ちになりました。私が交流をして感じたことは、体が不自由だったり思ったことをなかなか言えないお友達とも心が通じるということです。パートナーと出会ってからの私は生活の仕方や心の持ち方が大きく変わったと思います。私はこの交流で一つの夢が生まれました。それは支援学校の先生になることです。交流を通して人と関わることの大切さを知り、一人一人の体や心に合うサポートをしていこうと思ったからです。これからもパートナーからもらった夢を大切にして毎日を過ごしていこうと思いました。次の発表は6年生の飯田日奈子さんです。交流、飯田日奈子。私は交流をする前、体の不自由な人を見ると見て見ぬふりをしていました。それは助けたくてもどうすればいいのかわからないし、助けたつもりでも逆に困らせるかもしれないからです。私は不安でいっぱいになりました。初めての交流の日、私はパートナーと出会いました。彼は車椅子に乗っていて、喉に器具もつけていたので不安とともにとても心配になりました。その日は仲良くしたいなという思いがなかなか届かず、私の方を見てくれませんでした。次の交流では車椅子を押させてもらいました。一人一人に合った形の車椅子なので操作が難しく、その中でもパートナーの車椅子が一番難しいと聞きました。今まで一度も車椅子を押したことのない私は、倒さないか怪我をさせないかととても緊張しました。支援学校の先生から動かすよと声をかけて押すことを教えてもらいました。パートナーは散歩が好きです。特にガタガタ道が好きなのだそうです。ガタガタ道を通るとき、とてもニコニコして可愛かったです。本の読み聞かせをすると笑ったり声を出したりしてくれました。1時間を使った遊び場交流では、久しぶりに外に出ました。大きな滑り台ではスピードがたくさん出て少しびっくりしているようでした。パートナーの好きな揺れるブランコに乗せて小刻みに揺らしてあげるとニコニコと嬉しそうでした。心が温かくなるってこんなことなんだと感じました。パートナーは体が弱いので休むことも多く、交流に行って欠席と聞くととても寂しくなります。熱があると一緒に遊べません。眠っている時は他の子と遊んできていいよと言ってくれますが、他には行かずずっとパートナーのそばにいることにします。見ていると体を震わせたりうつろになったりしていました。最後の交流の日、手紙を渡しに行った時、同じクラスの友達が亡くなったと知り、とてもみんなショックを受けました。インフルエンザや感染症の病気が流行ると交流は中止になります。最初どうしてと思っていたけれど、これは命を守る大切なことだと分かりました。私が交流で学んだことは、優しさ、気遣い、親切、そして助け合いです。そのすべてのもとは相手の気持ちを考えることです。私が体の不自由な人を見ると見て見ぬふりをしていたのは、相手の気持ちを考えていなかったからだと分かりました。このことは今の自分の生活にも生かせています。困っている友達を助けたり優しくできる自分になっています。みんな一生懸命生きていること、命の大切さや重さを知った大事な体験をしました。
人の子どもたち、よく頑張りました。今回の発表をさらなる交流の充実につないでいきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。会場の皆様、ご